はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の考察は、最新アップデートバージョン14.20のマップ変化、10箇所の紹介と、マップ変化1、トラスクトランスポートトラックのドア。トラスクトランスポートトラックの厳重な扉が開かれており、中を覗いてみると、金属の硬い扉が破壊され、何者かが逃亡したと考えることができます。では、 誰がここから逃げ出したのか今回のアップデートにて、ウルバリンが登場していますので、ウルバリンが逃げ出したのかとも考えましたが、ウルバリンはシーズン4の初めに、ライジン層によりリフレストで、すでにこのフォートナイトの世界に呼び出されており、シーズン4、ウィーク1のウルバリンチャレンジにて、ウルバリンの爪痕を見つけるというチャレンジもありましたので、このトラックから逃げ出した人物は、ウルバリンではない、 他の誰かということになります。自分はここから逃げ出した人物はマーベルコミックに登場するベノムではないかと考えています。一つ目の理由はすでにベノムのミシック武器が登場しているということを。二つ目の理由はこのトラックの持ち主であるトラスク博士。トラスク博士は以前マーベルコミック内でベノムスーツを手に入れるためベノムを捕まえるがその後ベノムに逃げ出されてしまっています。 ということは、このトラスク博士のトラックから逃げ出した人物は、あのベノムであり、今後、フォートナイトの世界にベノムが現れるということを示唆しているのではないでしょうか。2、ホーリーヘッジズの店。ホーリーヘッジズの西のガソリンスタンドに、スーパーマーケットのような建物が建築されています。建物自体の建築は完了していますが、内装はまだ何もできていないようです。もしかすると、今後、 この建物の建築が完了するとともに、この場所にベノムやストームなどのミシック武器は存在しているが、まだボスとして登場していない人物が現れるのかもしれません。このホーリーヘッジズの西のガソリンスタンドは、ギャラクタスの石膏であるゴージャーの出現ポイントにもなっていますので、見に行くときは十分注意してください。マップ変化3、レイジーレイクの家。前回のアップデートにて、 レイジーレイクの民家2軒の向きが90度回転しており、もともと地下通路でつながっていたこの2軒の家の地下通路が通れなくなってしまっていました。しかし、今回その2軒の家の向きが元に戻っており、地下通路もまた通れるようになっています。前回の変更が何らかのミスだったのか、何かの前触れだったのか、正直これについては意味不明です。 マップ変化4ゴーストハウスの地下元々はゴーストの訓練所でありシーズン3にてシャドウに占領されていたこちらのゴーストハウスこのゴーストハウスはシーズン4にてザ・オーソリティと同様シャドウが撤退を始めていましたがこのゴーストハウスの地下にあのスーパースラープジュースを作っていたノームの隠れ家ができていますそして 最も驚くべきは、このノームもサイボーグであったということ。この白いノームだけがサイボーグなのかそれとも全てのノームがサイボーグなのか現在、たくさんの隠しチャレンジにて、ノームたちが不穏な動きをしています。この白いサイボーグのノームだけが悪者なのかノームたち全員で何かとんでもないことを起こそうとしているのか このスーパースラープジュースは何に使われるのでしょうかマップ変化後、ソルティースプリングスのジャンプ台。ソルティースプリングスに謎のジャンプ台が現れました。このジャンプ台の周辺をリプレイで観察してみると、一瞬ね、この場所に炎の輪っかが見えましたので、これは今後、ソルティースプリングスの炎の輪っかを乗り物でくぐるのようなチャレンジが登場するのではないでしょうか このジャンプ台はストーリーに関係のあるものではなくミッションに関連するものだと考えられます。マップ変化6、ムジョルニアソルティスプリングスの南西に位置するムジョルニアのハンマーのある場所この場所をマップで見てみると緑に覆われほとんど消滅してしまっています実際に行ってみると特に変化がないことから今後この場所は消えてなくなってしまうのでしょうか しかし、ムジョルニアのハンマーは、チャレンジにて絶対に必要ですので、シーズン4の間になくなってしまうということは考えづらいです。緑色になっていますので、ムジョルニアのハンマーはそのままに、この場所に単純に草が生えてくるだけなのでしょうか。マップ変化7、ザ・グラ島の水。現在、この場所のランドマーク名は、ブルータス・ベイスン。 要するに、ブルータスの基地という名前になっていますが、この場所もまた、マップで見てみると、水が引いてしまっています。前回のパッチまでは、しっかりと水が溜まっていましたので、これも何かの意味があるのでしょうか。実は、シーズン3の終わり頃から、このザ・グラ島の謎の扉の前の海が割れてしまっているんですよね。 海が割れるの意味がちょっとわかりづらいとは思いますが、このような形に文字通り海が割れてしまっています。実はこのような現象はチャプター2シーズン2のスウェーティーサンズのそばの海でも起こっており、ちょうど海が割れた場所にトラビス・スコットさんのステージが現れました。ということは今後この場所に何かが現れるということを示唆しているのではないでしょうか。水が完全に引いた後、 この門が開き、復活したブルータス、そしてザ・グラトーがパワーアップして姿を表すのではないかと考えています。ママップ変化8ヘンチマンチ前回、ガソリンスタンドのそばのレストランにいたゴーストヘンチマンとシャドウヘンチマンがレイジーレイクまで移動しています。ということは、前回、たまたま二人が出会ったというわけではなく、二人がどこか、 目的を持って一緒に行動しているということになります。もしかすると、二人の目的地は先ほど説明したザ・グラ島なのかもしれません。ゴーストとシャドウのヘンチマンがザ・グラ島に到着し、そこでね、ブルータスが復活するとすれば、かなりの胸圧の展開ですよね。ヘンチマンの移動先、そしてザ・グラ島の門に変化がないか。今後もしっかりとマップ変化を追っていきます。 マップ変化9バトルバススタークインダストリーズの工場にてバトルバスが改造中となっていますこのバトルバスについては先日のトニー・スタークがバトルバスを改造しているのではないかという動画にて詳しく解説していますのでよかったらねそちらの動画も見てみてくださいマップ変化10建築中の家毎度おなじみキャティーコーナーの崖下にある建築中の家 この家はもう半年以上も前からアップデートの度に少しずつ少しずつ建築が進んでいっています前回はこちらの外壁のみ完成していましたが今回はこちらの外壁も完成していましたということは次のアップデートにてこちらの外壁が完成するのではないでしょうかこれだけね長い時間をかけて作られているこの家一体 どんな家が完成するのか気になってしょうがないです。はい。ということで、今回のマップ変化の紹介と考察動画いかがでしたでしょうか個人的にはね、裏切り者だと考えられるブルータスがいたザ・グラトーの変化がね、今後どうなっていくか非常に気になっています。マイダスとかブルータスとかスカイとかね、めちゃくちゃ大好きなキャラですので、またね、戻ってきてくれるとマジで嬉しいです。 よかったらね、みんなの好きなスキンもコメントで教えてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いします。